そして本田チーム、果たしてどちらが勝つんでしょうか。モーターサイクルジャパンのブローカと言います。そして古川と言います。そしてレースアナウンサーのピエール北川と申します。特別出演ですいません、今回お邪魔させていただきます。はい、ということでなんとですね、ホンダのバイクを15車種も用意をいたしまして、これよりですねバイクリレーが行われるということなんですけれども、ここはモビリティリゾートモテギという場所なんですけれども、ここで今回は茅ヶ崎みなみさんと、そして小粒チャンネルの小粒さんと、その2人がですね企画をして、これからホンダのバイクを乗ってもらおうというそんな撮影でございます。そしてね、ここは超本格的なレースが行われるオーバルコースです。このね、本格的なレースが、ね、行われているコースを使って、今日はホンダチーム対小粒ちがみなチームでリレー対決やってみたいなと思います。イエーイ。なぜこんなこのモビリティリゾートモテギのオーバルコース、こんな大々的に貸し切れてるかと言いますと、ご覧の通り本日は茅ヶ崎みなみチャンネル、小粒チャンネル、そしてホンダモーターサイクルジャパンさんとのトリプルコラボが実現したということで、大企画でございます。イエーイ。ホンダさんプレゼンツってことで、他にもねいろんな楽しい企画が盛りだくさんなわけではあるんですけど、この企画もすごいんです。私が本日聞いてるのはですね、この対決で勝ったらなんかプレゼントもらえるって聞いてるような気がするんですよ、ね、私も聞いているんですよね。そんな話ありましたか。社長さんなんで、もう社長さんに頼み込めばいけるんじゃないかなってことで、はい、はい、聞いてます。そうやって、あ、わかりました、わかりました、お願いします、はい、お願いします。勝ったらですね、勝ったら、はい、というわけでね、はい、今回は勝ったら本田さんから視聴者さんにプレゼントがあるということなんで、そちらもぜひ、ね、チェックしてもらえると嬉しいです。ちがみなの動画。それじゃあね、簡単にではあるんですけど、このバイクリレーのルールをね説明しちゃいたいなと思います。はい、まずね、小粒ちがみなチームと本田チームに分かれて対決をします。はい、で、乗るバイクについてなんですけど、1人3種類です。そしてね、それぞれのバイクでオーバルコースをぐるっとね一周回ってもらって、まあ、1人で合計3周、チームで合計6周してもらいたいなと思います。はい、で、受け渡すゾーンがあるんですけど、ここはね、100m ぐらいオーバルコースをね人力で走ってもらっちゃいたいなと思います。走るの？走る走る、マジか。バイク対決なのに、バイク対決走るっていうのがこのね、リレーの面白さというところもあると思うので、ちょっとそこを走るシーンがあります。はい、で、最後になるんですけど、まあ、レース未経験者ということなんで、排気量に合わせて、はい、法定速度以下で走ってもらいたいなと思います。じゃあマックス60キロで、なんか1個だけ 50cc もある、見えるんですよ、見える。 50cc はもちろん制限速度が30キロ入って、 50cc の場合は30キロまで、うん、30キロということで、そっか、そこで走ってもらいたいなと思ってます。だいぶ厳しい戦いになりそうですね、これ。そう、これが引かないかでだいぶねレース状況が変わってくるって感じなんだと思うんですけど、はい。そしてまた私の聞くところの情報によりますとですね、この企画、実況者がついてくれてるらしいです。そうなんです。はい、ピエール北川さんがなんと今言ってくれてるんでしょうかね。喋ってますよ。何か言ってくれてるんですよ、多分。俺も忘れないでくれてありがとう。頑張ってね。聞こえてるんだ。違う。頑張って、よろしくお願いします。すごい。めちゃくちゃ豪華ですよ。実際のレースと同じような雰囲気で今回やってくれるということで、ちょっと楽しみだ ね。法定速度でよ。法定速度は守りましょう。すごい楽しみでございます。ちがみなの動画。それじゃあね、乗る車種を決めるくじ引きやっていきたいなと思います。はい、このね、15車種のバイクを本田さんに用意していただいたので、この15車種をみんなでね乗っていきたいなと思います。全部乗りたい。私も全部乗りたい。それじゃあね、くじ引きタイム行ってみましょう。ゴー。は
ね、このね、運命が分かれる、このくじ引きを引く順番なんですけど、あ、じゃんけんでね、決めちゃいたいなと思います。勝った順ですか？勝った順だね。オッケー、勝った順でいきましょう。最初はグー、じゃんけん、ほい。一回一回この感じでいく。最初はグー、じゃんけん、ほい。イエーイ、強い、強い、強い。社長勝っちゃったらダメでしょう。もう大人げない、ホンダモーターサイクルジャパンの室岡社長がですね、いきなりじゃんけんで勝って子供のように喜んでいるという、ホンダの会社ってこういう風なんですねっていう雰囲気が分かりましたですね。はい、それじゃあね、1人3台ということなんで、勝者から3個引いてもらいましょう。お願いします。お願いしますよ。よし、来た来た。ほら、15、12、4、15番 GB350S、 モンキー125、4番 GB250R。 なんとホンダモーターサイクルジャパンの室岡社長が引いたのは GB350S。 これはちょっとリレーじゃ速そうですね、放送速度ですけど。強そうなラインナップ引きましたね。さあ続いては同じくホンダモーターサイクルジャパンの古川さんです。さあ引いた。8番 ADV150、 7番 BCX160、 1番 CB400 スーパーフォアでございます。スーパーいいな、いいな。それじゃあ次はポツブちゃん。はい、運命の分かれ道。運命の分かれ道だよね。ちょっとなんか大丈夫か。はい、行きました。3番、お、CBR250。 どーっと、なんと、なんとコツブ選手はですね、自分のマシンでもあります CBR250RR を引いたということで、これはすごいご縁を感じますね。次5番です。テーブル200、人気車種。そして13番です。13番はスーパーカブ110。おお、ラスト、みなみちゃんお願いします。はい、うわー、ちょっと運命の分かれ道だよ。いや、来てくれ、行きます。はい、何でしょう。02番。2番 CB400 スーパーボルド。おお、いやいや、楽しみ。やばい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 。9番 CB125R。 おー、大丈夫か、乗れるか。10番、おスーパーカブ C125。 気が強い。会社だ。スーパーカブ C125、 これあれですよね、いつも乗ってるやつじゃないですか。ちがみなの動画。いや、負けるわけにはいかないですね。今日はホンダのプライドにかけてガチでいきます。頑張ります。勝たなあかん。うん、だって視聴者プレゼントがかかってるんで、私たちが勝たないと皆さんにプレゼントできないですかね。頑張るしかないです。勝ちます。さあ、いよいよバイクリレー対決、ホンダの正社員とバイクで勝負を挑んでみた。さあ最初のスタートになります。まずは CB400 スーパーボルドールの茅ヶ崎みなみ選手、茅ヶ美奈。そしてホンダ側からは古川選手の ADV150。 おや、ここでなんか今茅ヶ崎みなみ選手、何かエンジンの指導等々にいろいろ慣れないところがあったんでしょうか。まあこういうことがあるのもね、普段乗ったことのないバイクをいっぱい乗れるっていう企画ならではだと思うんですけれども、さあ果たしてこの2チームどういう風にリレーをしていくんでしょうか。そしてホンダチーム、果たしてどちらが勝つんでしょうか。さあということで、ちがみなとコツブチームと、そしてホンダチーム、果たしてどちらが勝つんでしょうか。今バイクリレースタートになりました。置いてかれた。さあ早速いいスタートを切ったのは、お、いいダッシュを見せたのはなんとホンダ側ですよ。古川選手の ADV150、 滑らかな加速から一気に加速をしていきました。うわ、正しい、めちゃくちゃ走りやすい。さあそして続いて今その後ろにつけているのは茅ヶ崎みなみ選手。茅ヶ美奈、60キロ、制限速度やで。茅ヶ美奈選手なんですが CT125 ハンターカブ。さあこのハンターカブ、まあ、乗り慣れてるとはいえですね、今回は走るのは初めてのこのオーバルコースですよ。ツインリンクモテギにありますスーパースピードウェイ、
一周の距離が 2.4 キロありますけれども、果たしてどこ走っていいのかこれ分かんないですよね、広すぎちゃってね。お、そしてここへ来て古川選手の ADV150 なんですけれども、今結構オーバルコースのバンクっていう坂になってる上の方を走ってまして、さあバンクから降りてくるよ、降りてくる。まあなんかね、向こうの方がね、あのアウトコースだから、ちょっとインコースのね、私の方が距離的にはね、あの短いんじゃないかという説が浮上している。茅ヶ崎さんどこだろう、行けそう行けそう。スタートラインのところには今その2人を待ち受けております。次なる走者になります、今度はですね、小粒選手の CBR250RR と、そして室岡社長が借ります GB350S がスタンバイしております。サイドバイサイドになってきたが、お、茅ヶ崎南選手がここへ来て前に出たが、あ、どこだどこだどこだ、停止線どこ、線がどこだ、ちょっと大外から回ってきた古川選手、お、並んできたか並んできたか、さあ最後追い込んできた追い込んできた追い込んでまいりまして、サイドバイサイド横一線になって間もなくゴールというところ、小走りに小走りに、お、古川選手がここへ来て人力で今度は駆け足で今室岡社長にバトンをつなぎました。そしておっと、何かちょっと大きくやりとりで小粒選手とそして千賀美奈とやりとりが少し手こずったように見えますけれども、さあいいスタートを切る、社長本気だな、社長本気だ、早くもエンジンをかけている、よっしゃ。さあそしていつも乗り慣れているイダボにまたがった小粒選手なんですけれども、ちょっとスタートがどうした、スタートできないのか、え、なんか進まん、まさかのスタートが切れないぞ、今ゆっくりスタート、どうした小粒、いつもとクラッチの感覚が違う。さあここから一気にイダボのパワーを見せつけてくれ。さあツインリンクモテギの今度は第2走者バイクリレー対決、まずはホンダエチェンジェの室岡社長が先頭でいいスタートを切っていったんですけども、ここはちょっと室岡社長が今小粒選手を待ち受けるように少しペースを落としているか、あんまり離れすぎると大人げないとか後でいろいろ言われちゃいますからね。この辺りはやっぱり室岡さんとしても小粒ちゃんと楽しくツーリングでもしたいなっていうところがちょっと本音なのかも分かりません。さあツインリンクモテギのオーバルコース、そのまずはスタートを切っていきました小粒選手と、そしてちょっと前を走っていますけれども GB350S、 排気量的には350の方がスピードが出そうなんですけれども、あくまでも法定スピードで今日はリレーをするということになっておりますので、ちょっと距離を大きく取っている、ここはホンダの室岡社長の方がやや不利なライン乗りというところではありますけれども、さあ追い上げてきたぞ追い上げてきたぞ、最後右側を回ってきて最短距離で回ってまいりました小粒選手が今最終コーナーに間もなく入るところ、あ、追いついたぞ追いついたぞ、やばいやばい、おっと、そして室岡社長とそして小粒選手またもやサイドバイサイドか、ここはいい勝負になっております。いやこれは最後わからないぞ、まだ2巡目ではありますけれども、2人目のライダーが今フィニッシュラインに飛び込んできました室岡社長、そして小粒選手今ピタッと止まった、はい、スタンドかけてね、はい、そしてゆっくり降りてエンジン切って、お、なんとここで室岡社長猛ダッシュで古川さん、お、そして小粒ちゃんが走っております、小粒ちゃん全速でマシンのスピードよりも速いんじゃないかというぐらい、やばい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 、ダッシュでこれで平野が渡して、さあ今度は3人目第3走者になります。いやそれにしても2人とも真剣ですね。さあ2チームとも真剣、おっと茅ヶ崎選手がいいスタートだ、アクセルワークから一気にスムーズな滑らかな、もうこれは素晴らしいスタートと言っていいんじゃないですか、え、順調順調順調、圧倒的差がある、やばい PCX めっちゃ速い。さあそしてそれを追いかける古川選手も、後に続けとばかりにですねアクセルを上げていきましたけれども、早くも法定速度に到達か。さあ今度は勝負は3巡目ということになっております。さあここは茅ヶ崎南選手 PCX160、 いやここはスタートダッシュいいですね、待ち乗りしててもあの PCX なんかダッシュ良さそうですもんね、 PCX めっちゃいいバイクやん。さあただここはですねレーシングコースでありまして、そしてスーパースピードウェイでありますよ、これまでも数々の名ドラマ名勝負が展開されておりました、このツインリンクモテギを舞台にいたしまして、
動画クリエイターのお二人が千賀美奈と、そして小粒チャンネルの小粒ちゃんが今真剣勝負をホンダと挑んでいる。本当にですね、数十万人と呼ばれております。そのフォロワーの皆さんに何とかプレゼントをゲットしようという、今もう本当にですね、すごい、これは責任感を背負って走っているんじゃないかと思いますけれども、全然追いつかない。千賀美奈選手がリードを広げたか。千賀美奈選手がリードを広げて今最終コーナーを立ち上がってくる。白い PCX が大きくリードしてゴールに飛び込んできそうだぞ。いや、これ勝ったな、これ勝ったな、いい感じのリードですよ。今度は4巡目になりますけれども、さあ小粒チャンネルの小粒ちゃんがレベル250をスタンバイ。そしてですね、社長、ずいぶん社長に似合いそうですね、モンキー125がスタンバイしております。さあ今3番目となりました、このバイクがゴールに飛び込んでまいりました。お、ここでどうだ、千賀美奈が走った。白いヘルメットの千賀美奈が行くぞ、頼んだ、行くぞ、頼んだ。今度は室岡社長が、随分と小さなマシンになります。さあまさにですね、今ここでもう大人と子供の戦いかというようにも見えますけれども、スタートのところで、お、ここは室岡社長がなんと、これはいいスタートを切りました。ナイスリレーであります。よっしゃ、リブル初めて乗るぞ、さよなら。うわー、リブルを楽しむ余裕がない。これには古川さんも上機嫌。そして小粒チャンネルの小粒ちゃん、小粒ちゃんやや遅れて今レブルに乗りましてスタートをしていきました。レブル250、めっちゃ乗りやすい、なんだこの乗り物は。さあ相手は 125cc、 レブル250が一気にここで追いついて前に出ようということは十分可能でありますけれども、さあそれにしてもですね、室岡社長いいスタートを切りましたね。いやー、しかし私が言うのもなんですけれども、社長似合いますよ、モンキーが大変お似合いであります。これだけ広いコースにモンキーに乗る社長、モンキー社長、あ、いや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 、ちょっと言葉気をつけなきゃいけませんね。さあそして、お、やっぱり追いついてきましたね。ここはやっぱり追いついてきますよね。そうですよね、ちょっと125相手に負けてられんべ、これ。さあ第2コーナーを回ったところでデブルが来たぞ、社長追いつかれるか。さあ小粒チャンネルの小粒ちゃん、バックストレートでなんと室岡社長を捉えるか。さあ近づいてきた、一気に近づいてきた。待って、追いついたよ、追いつきました。さあもうどんどんとその社長の背中が近づいてきている。さあこれから間もなく、あと残り半分というところ、2分の1周を通過するところで、並んだか並んだか並んだ並んだ、その60秒出てんじゃないの。さあバックストレートで並びました、モンキー125並ばれました。よっしゃ、抜いた、抜いたぞ。室岡社長ついに並ばれまして、ここでレブルが前に出ます。まあしかし室岡社長といたしましても、ホンダのバイクに抜かれるのはやや嬉しいかもわかりませんね。さあ最終コーナーから立ち上がってくる2人のライダーたちでありますけれども、それを待ち受けるのはいよいよ5巡目。さあアンカーの一つ前になりますけれども、ここで見頃乗り慣れました、茅ヶ崎みなみ選手は出たスーパーカブ C125、 そしてここでぶっちぎってやると言わんばかりの古川選手は CB400 スーパーフォアと、ずいぶん排気量的には 400cc と 125cc ということで、かなりの差がありそうなんですけれども、さあ果たして勝負の行方はどうなのか、いよいよラスト2人ということになります。ちょっと待って、いい勝負だ、やばいやばいやばい。さあ小粒選手が猛ダッシュ、室岡社長も猛ダッシュ。さあ、お、しかし小粒チャンネルの小粒ちゃんの方がちょっとタオルを手渡すのは早かったか。よし、行ってくる。続いてはここはもうですね、日頃乗り慣れた、お、やはり乗るのにも非常にスムーズに乗っております。やっぱりスタートがいい、さすが仕事にも使われておりますこのスーパーカブ、パッと乗ってパッとスタートして、もう世界中の皆さんに愛されているこのスーパーカブが今大きなリードを保っていきましたけれども、さあそして後ろからはですね、ぐいぐいと加速してきそうな古川さん、 CB400 スーパーフォアがやってまいりました。あっという間にその差を詰める、あっという間にその差を詰める。そしてその2台の行方を心配そうに見つめているアンカーの、やっぱりしっくりくるわ、もうこのねバイクでね勝てる気しかしませんね。さあここでいい、まずはですねスタートを切りまして、大きくリードを取ったスーパーカブ C125 の茅ヶ崎みなみ選手なんですけれども、あーっと早くも2コーナーの手前で 400cc のバイクに並ばれそうだ。もう茅ヶ崎が必死のフルアクセル、
全開フルスロットルなんでありますけれども、お、行くぞ行くぞ行くぞ。さすがここはホンダが誇りますスポーツバイク CB400 スーパーフォアが、あっという間にここはスーパーカブに近づいてまいりまして、サイドバイサイド2コーナーで並ぶか、2コーナーで並んでくるか、アンカーまででこれは大量リードを作ることができるでしょうか。古川選手めっちゃパワーある。さあバックストレートに入りました。バックストレートに入ってまいりまして、しがみないつものツーリングとは全く違う緊張感でこのスーパーカブをですね今操っていると思われます。そしてバックストレートのところで、おっとややここはどうでしょうか。古川さんもちょっと気を使い出したでしょうか。どうなんでしょうか。あ、やはりここはですねホンダの社員ではありますけれども、勝負は負けたくない、そしてバイクも速い、しかしながらやはり YouTube をご覧の皆様にちょっとプレゼントしてあげたいかななんていう、そんな感情が芽生えてきたんでありましょうか。横に並んでいる3コーナーのところ、ターン3のところでも今サイドバイサイド、まだちがみながリードだ、ちがみがリードしている。そしてアウトサイドから大外回ってですね古川さんがやってまいりました。さあ古川さん、最後の最後サイドバイサイドで横一線でゴールに飛び込んでくるか。やっぱねこのスーパーカブ C125 走りやすさ神ですわ。茅ヶ崎南選手が最短距離で綺麗にラインを通ってまいりまして、ツインリンクモテギのオーバルコース、まさに彼女にとりましては初めてのサーキットコース夢舞台。おーっと、そしてなんと直線で古川さんが一気に並んでくる。直線のスピードバカッパやだ。 CB400 スーパーフォアが一気にここを千賀峰を捉えまして、そして室岡社長が待ち受けているこのゴール地点の手前のところに飛び込んでくるか。いや、しかし千賀峰もギリギリのブレーキングで、さあゴールに飛び込んでまいりました。ちがみながまずは最初にゴール。頑張れ。ここはほぼ同時。やや室岡社長の方が早く受け取ったが、頑張れ。そして今度は2人がアンカーで乗りますのは、小粒ちゃんが株110、そして室岡社長が CB250R。 さあどっちが速いか。お、株がいいダッシュ。ここはさすがちょっと体重が軽いのもあるんでしょうかね。よいしょ。大滝全然スピード出ねー。あ、やばい。さあそして室岡社長が一気に追いついていこうとしているんですけれども、さあいよいよ勝負は最後のアンカーに委ねられました。やばい。頑張れスーパーカブ。さあ第一コーナーに入っていきまして、そしてカブと室岡社長の今 CB250R、 まあカブ110なんですけど、めちゃくちゃゆっくりに見えますやん。実況席から見てると自転車のスピードに見えてしまうぐらい、ゆっくりに見えてしまうぐらい広いコースなんですけれども、それでも今アクセルは全開なんでしょうね。フルスロットル、レブルに乗った後のスーパーカバーびっくりしますね。この気軽さが段違い。さあ最終コーナーまで果たしてどういう戦いになるのか。横に並んで室岡社長、前に出たか。さあここでトップが入れ替わったか。スタートで一旦は前に出ていました小粒選手、カブ110をかわしていった。2コーナーまででここで室岡社長が前に出ました CB250R。 さあ自慢のホンダのバイクで負けるわけにはいかない。そして小粒チャンネルも、そして茅ヶ崎南選手のそのチャンネルも、お互いにたくさんのですねフォロワーの皆さんのためにも絶対に負けられない戦いがここにはあるわけであります。さあどうだ。バックストレートのところでは室岡社長が前だ。このまま行きますと視聴者プレゼントがもらえないことになるぞ。小粒頑張れ。さあ最短距離を通ってまいりました 2.4 キロのオーバルコース、いよいよ残すところカーブはあと2つ。第3コーナーと第4コーナーを回りますと短い直線で、あとはゴールラインにはチェッカーフラッグ、レースの終了を告げるチェッカーフラッグが用意されている。追いかけていこう。室岡さんの後ろ追いかけて。12台のバイクを使いまして、ホンダのバイクを使って、上は 400cc から、そして下は 110cc まで、さまざまな排気量のバイクでくじ引きでリレーをするという企画でありますけれども、さあここでホンダの正社員と、そして動画クリエイターの2人が真剣勝負、2チームで、まさにですねガチンコ勝負ということなんですけれども、さあ動画クリエイターの2人のチームが優勝を飾ればですね、視聴者の皆さんにプレゼントがあるということで、果たしてどんなプレゼントかは中身はまだ分かりませんけれども、ラストスパートだ。
さあいよいよ最終コーナー回ってきたか、最終コーナー回ってきた、サイドバイサイドだ、サイドバイサイド、横一線だ、いい勝負になっている。ちょっと待って、最後アウトに行ってくれた、めっちゃ気ぃ利かせてくれてる気がするぞこれ。お、ストレートになりましてから空気抵抗の違いなんでしょうか、ボツムちゃんの方がやや前に加速をしているんでしょうか、それとも室岡社長の方がちょっと空気抵抗が大きいんでしょうか、コツブ前に出るか、コツブが体をさらに小さくしている、コツブがさらに体を小さくしている、前傾姿勢で頑張れ、前傾姿勢にゴールに飛び込んでくるか、さあ室岡社長も必死の今走りなんですけれども、コツブチャンネルのコツブちゃんが僅差で今チェッカーフラッグ優勝を飾りました。しがみな小粒チームが見事ホンダの社員チームを破って視聴者プレゼントゲット、おめでとうございます。これ写真判定だな。おめでとう、ありがとう、いいやないかこれは。最後カブだったのね。50だった、50だったのか。50でした、まさかの。乗ってびっくり、なんだそりゃ。勝った。最後写真判定じゃないあれ、いや目視でちょっと最後もう一踏ん張り足りなかったですね。負けてた、負けようとしました。いやいやいや、だってさ。いや接戦だったね。悔しい。接戦にしてくれたような気がするな。違う、最初110だと思ってたら、動き出した瞬間メーターの数がおかしいと思って。嘘です、あれ110じゃないじゃん、50だよ、あれ50じゃん、仕掛けたでしょ、仕掛けてる、まさか。あれさっき50引いてなかったよね、さっき50引いてなかった、あれなんで50、おかしい。ってことはですよ、いやでも写真判定でも、うん、多分一目瞭然ですよ。チェー、そっか、しょうがないですねここは。じゃあここは毎日最終コーナーで睨むんだもん。ずっとこうやって睨んでみたら、これは開けられなかった。いやもう優しい、優しいです、優しかった。それじゃあ、はい、ありがたく本田さんから、はい、住所プレゼントを、はい、そうですね、いただきたいと思います、はい、ありがとうございます。参りました。しがみなの動画、はい、というわけで今回のホンダ15車種バイクリレーの結果はこちら、ちがみなチームの勝利でした。ありがとうございます。いやどうだった、室岡さんの優しさがすごく垣間見えたレース。あれ優しいんじゃないんですよ、はい、もう最後カブだったでしょ、カブでした、もうあの時点でもう我々は勝たないと思って、やっぱねホンダの人はカブ抜いちゃいけないの。あ、そう。カーブはもう一番大事だ、抜けないんです。もう、カーブを引いた時点で勝ってた、勝ちが決まってたという最後がカーブの時点で、そうそう、勝負ありました、株主でよかったね。いやでもせっかくねこういうね大丸コース走り切らせてもらって走って、うん、私的にはねめちゃくちゃ楽しかったなって思って、とにかく楽しかったです。とにかく楽しかった。3周じゃ物足りなくて、もっともっと走ってたいなみたいな、そんな気分になりました。うちもねこの後あの社内イベントでやろうって話してんだよね。いいですか、あまり楽しかった。今たった今決めたんです、社内イベントでやります。おお、すごい、いいですね、入る、いいですか、契約社員から、契約社員から。というわけですね、このねリレーめちゃくちゃもう本当に盛り上がったし楽しかったんですけど、それを一役買ってくれた方がいらっしゃいまして、実況者のピエール北川さんです。なんかね、実はここオーバルコースっておっしゃったじゃないですか、このスーパースピードウェイって言うんですけど、以前はあのアメリカのインディーカーっていうレースを開催してた時に僕も実況してたんですけど、そのインディーカーが時速300、20、30キロぐらい走るコースなんですね。
最後もう小粒ちゃんがうわーってアクセル全開で走ってたと思うんですけど時速30キロでめちゃくちゃ笑いましたね。超絶おかしかったですけどでもなんか楽しかったですね。見てて北川さんが実際にアナウンスしてる声聞こえなかったんですけど、はい、今ここを知ってくれって思いながら私聞こえてました。めちゃくちゃ笑いましたよ。なんかねみんな必死で一つ言わせていただくと室岡社長がモンキー乗ってる時ハマったハマったなんでなんでめちゃくちゃ似合うんですよ室岡社長。モンキーGT じゃないのモンキーなんだ。まあいいです、はい。というわけですね、そろそろこの辺りでホンダ15車種バイクリレーを終わりにしようかなと思います。今のですねこのリレー対決の映像がモーターサイクルショーのホンダブースにて映像流れますのでよかったら皆さんぜひ遊びに行ってください。お願いします。めっちゃいいねー、はい、見に来てください。でそれでね今回小粒ちがみなチームが優勝したということで、はい、ホンダさんからね視聴者さんにプレゼントがあります。そうだった。ここだ。メインの俺のために頑張ったんですよ。はい、というわけで応募方法についてはこの動画の概要欄にねリンクを貼っておきますのでそちらから皆さんチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。